はい、今からゆなちゃんの抜き打ちクローゼット紹介に行きたいと思います。今お部屋で TikTok を撮ってるはずなので行きたいと思います。はい、ということで抜き打ちクローゼット紹介でございます。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、残念です。ゆなです。ピンクラテ TV 始まるよー、イエーイ。謎のクローゼットの中身大公開スペシャルしたいと思います。誰これやったの。本当にママも共犯でなんか、とりあえずクローゼットの中身を紹介していきます。まず押し入れの方から紹介していきます。じゃん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 じゃーんって感じで、この辺はまあゆなっぽいアンビンさん、よく私が大好きなね、よく買ってるセットアップだったりとかがかかってて、これスプレーさんのセットアップがかかってます。やっぱね、秋冬はねセットアップ大好きなのでこんなにもたくさんあります。ここがハイパークチュールさんのジャケット、結構こういう派手なものもねよく着るのでこういうのも入ってます。ここが最近ねハマってるカラーもののカーディガン、なんか今も着てるんですけど、こういう感じのショートだけのカーディガンに最近ハマってます。ここがね学校関係だったりとか、あとなんちゃって制服みたいなのが入ってます。でこれがコート、アウター系みたいな、ボアが好きなのでボア多めです。これがワンピース系ですね。あんまり着ないんだけど、たまにやっぱ女の子みたいなのをやるので、こういうワンピース系も入っております。この棚なんですけど、これが下着とか、なんか小物、ちっちゃいものとかが入ってます。こことかはプレゼントでもらったもので、ここはねてってみたいなみたいなヘアバンドね、ヘアバンド入れてます。ここ以外にもこの下に段あって、ここがダンス着ですね。ダンス着めっちゃ着るので、やっぱ毎週あるから着るのでここに入ってます。ここがパンツ系で、ただなんていうの、ストレートパンツとかはお姉ちゃんとも共同で使ったりするので、ずっとなんか下にかかってて、全部いっぱいかかってるので、主にここはショートパンツと、あとオーバーオールが多いです。ここがニット系ですね。ここはいつもね、冬になるとニットになるんだけど、夏になると半袖の T シャツとかがいっぱい入ってたりとかします。これもちょっと触りたくないぐらい量が多いのでちょっと出すとね、すぐ汚くしちゃうので、出してすぐ片付けるっていうのを心がけます。レースの上着なんていうの、ガーリー系が入ってて、で奥にこうなんていうの、スカートとか、こういうちょっとロングスカートとか、あんまり着ないガーリー系みたいなのが入ってます。はい、じゃあ次こっち側紹介していきます。やっぱ冬はね、こういうニットの系だったりとか、ここにももうドーンって構えてるんですけど、スウェット系が大量にあって、スウェットが大好きよく着てますね。家ではほぼスウェットで、シュッ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 、もうシュッみたいな感じで、もう一着で着れるのが好きなので、かさばるし量も多いから、もう入んなくて、秋冬限定みたいな感じで出してます。みんなどうやってしまってるんだろうね。教えてほしいよね。教えてほしいわ。だってもう下にも入んないし、なんなら下パンパンじゃん。本当に綺麗でよかった。意外に綺麗ですね。綺麗ですよ。ちょっと気になるのがこの辺とかあの辺とかですけど、これは違う、綺麗なんだよ。これは生活できたら綺麗なんです。年末年始ね、頑張ったんですよね。まあ3割ぐらいママがやってくれました。はい、ということで皆さんいかがでしたか。ちょっとなんかほんと淡々と紹介しただけなんで面白かったかな。みんなのね収納方法とかも、できればスウェットとか、なんかボワッとしたものとか教えてほしいです。ということで、もしこの動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。バイバイ。